はい、えー。皆さん、こんにちは。こんにちは。はい。えー、っと、今回はですね、クリスタルボール演奏家で、バイオン共感覚サラピストの、えー、泉隆子さんをお招きして、えー、いろいろお聞きしてみたいと思います。はい。ええー、まあ、あのー、今回はですね、ちょっとね、女神ということで、はいまあ、世界中にいろんな女神があるんですけども、えー ね、泉さんにとってのは、その女神っていうことをちょっといろいろお聞きしてみたいなと思って。はい、ありがとうございます。はい、そうですね。あの、日本の女神らしいんですけど、はい、私はちょうど2年前ぐらいにですね、あの、スピリチュアルサミットで、はい、あお話をさせていただいた時もそうだったんですが、はい、あのエジプトになぜか縁がありまして、はい、3回行ってますもんね。なんですか <laughs> 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 あのー、毎年言ってる感じですけど、うんえー、イシス女神という愛の女神、よく、はい、技を広げた、はい、技を持った、えー、女神として、ねはい、描かれたりしますけど、イシス女神であるとかハット,、はい、ハートボールの、はいあのー、演奏しているものとしても、はい、やっぱり美とか美とか、美術、はいえー、の、まあ、神様でもあるという。はいはい えハトホルの女神について、うん、一番自分がこう、あのなんて言うんでしょう、親地みを感じるといはい。どういったところに感じるんですか、その。そうですね。あのー、この、まあ、後ろにちょうどある神殿の絵にも音、音とか、いろんな儀式の方法がこう描かれていたりするんですけど、音を使った儀式がたくさん載っているんですよね。はい、でこの音を使って でえー、人に人にというかファラオに何かをこう伝えているっていう、はい、そう,いうのが描かれてるんですけれど、はい、音を使って何かをするっていうことであったり人を周波数で整えたり意識を変えていく、うん、あのそういう使い方があまりにもこうたくさん、ね、出てくるものですからその、はい、なんかその情報のようなもの言葉にはできないんですけどねたくさん、はい。 見えてくるような気がするんですね。やっぱり、あれですよね、その、女神のイメージっていうのは、そのさっき言った、その、癒すとか、はい、やっぱりそういうイメージを、どう,どうですかその泉さん、どんな私の場合は、こう、癒すだけじゃなく、うん、まあ、癒しっていうものは、あの、お互いの波動が上がる状態で、誰かを癒す。はい いるっていう、えー、そういう感覚ではないんですね。はい。でも、その女神、私の感じる女神っていうのは、もっとあの強くてですね。はい,はい、はい。柱が一歩をずっと通っているような。はい,はい、はい。で、えー、まあ、クリスタルボールもそうですけど、器。はいあの。宇宙からの情報であるとか、うん、えー、猫的な感じですね、うんえー。そういったものを器として、 あの英知を受け取って、はい、それを、まあ、男性性というか、えー、男性性を持つ、うん、え人間であるとかその神々と共有するような、うん、そしてもっとこう調和的であるとか、はい、え表現していくというか、はいうん、中にかっこったる、えー、自立した何かを持っている。 そんななんかこう、今の時代に求められる、あのー、よく女性性の時代だって言われますはい。はい。そういうこう、男性性も持ち合わせて、女性性も持ち合わせたような存在に、私は女神という言葉がうん。なるほど、なるほど。ね、今本当にこう、男性性ね、優位でずっと来て、まあ戦争があったりとか、はい、まあいろんなことがね、あったり、まあ一方で、あの、科学技術が発展してたりとか、 ね、あの、戦争と同時に、まあ、あの、技術も発展してって、便利にはなったんですけど、そうですね。やっぱり、こう、<は>競争であったりとか、戦いであったりとか、まあ、そういうところもあったりするので、あの、そうじゃない、その、昭和とか、はい、そういうところのね、なんかこう、ものがやっぱり必要なんじゃないかなっていうのはすごく思いますけどね。ねあの、もう共同創造していく時代なので、はい。 どちらかが勝って、どちらかが敗者でっていう事実はないですよね。はい、そうですよねで。ちょうどなんかそういうことに気づかせてくれたのが、まあこのコロナということで、大変なことにはなってますけれども、はい、こ,うこのボイドというかブランクの期間にですね、はいそ 内なる、まあ、女神性というか、えー、女性性も男性性も持ち合わせているところをこうリードしていく、うん、存在表面的にはあの人間として男性かもしれないし、うんえー、女性そのままかもしれないですけど、うん、内なるそういう女神性みたいなものをあの誰でも持っていて、うん、それを発揮していきどころがこう今の時代の。うん リーダーダなななななんんじゃないかかとなるほどなんかねたくさんそういうふうに感じるとですね自分の中にあのーまあ、向き合うためにこの空白の期間があるんじゃないかってなるほどそれを生かした人天気と捉えた人はそう内なる女神性というか、あのーまあ、自分とつながるとか神とつながるとかいろいろ言い方はあるかもしれないはい。はい そういう神聖冷静なものにつながって、はい、あの、その声に従って調和的にこう生きていくっていう。はい。その生き方を始めていく人が増えるんじゃないかなと思ってます、ね。はい。いや、本当にね、もう全部ね、あり方がね、なんかすごく変わってってるんで、うんえー、またそういう機会になればいいかなって思いますね。すねえ、はさんはいかがですか、はい、女神といえばというか、エジプトでこの、 神様、女神様が、あの、気になるとかってありましたかそね、メ、ね、ジプトでね、女神。まあ。ああ、イシスです。そう、イシス。見えないかなイシス。はい。見えますが。うん、やっぱり、あのー、再生、ね、うん、再生させたっていうかね、 あの、それもまた飛んでいって、こう、いろいろこう、オシリスの、あの、体、バラバラになった体をこう、ね、あれしたっていうところとか、で、やっぱりあの、なんていうのかな。あの、聖、あの、キリスト教のマリアの、あの、はい、なんて言ったらいいんですか、あれ、ほら、聖母子像っていうのはいあ。あれの原型が、イシスなんですってね。知ってましたはい。マグダラのマリアとか、はい。いんなとこ、 関連付けられていて、そのもとになるっていうふうにも言われてますし、そうですよね。聖なる儀式、それこそ、えー、女性が巫女的に器って、はい、そして男性の霊的な目覚めのためにあのパートナーシップというか、あの絆を結ぶっていうが、はい、まあ儀式的なものだったりあの、本当にプライベートなものだったり。はい ですけれどもそういう神聖なの男女の間具合みたいなものそういうこともねイシスを通して語られることが多いですよ、ねはい、本当に愛のもとに力を発揮するっていう才能、はい、を発揮するその力を発揮するっていうことで翼が生えて、えー、バラバラになった最愛の殺されてしまった夫のオシリスをあの拾い集めに行くとか。 そしてあの世界最高のミイラがオシリスだって言われてますそうですよねよくこういう壁画にもヒーリングをして手でこう、うん、背中に手当てをしているっていう、はい、オシリスの姿が描かれますけどこ、はい、んなふうに見えない力を、ね、こう発揮させていく、うん、あの世界最高のヒーラーとも言われてますけど、うんうん、マイシス女神の力がこうみんな一人一人が。 発揮していく意味では、イシスを知るっていうこと、イシスのエネルギーをこう感じるっていうこと、うんえー、それってすごく今必要なことだと思います。はい。なんかね、あの、エジプトに行った時ね、皆さんすごく、あの、まあ、あの、ハトホルもそうだったんですけど、えー、イシス神殿でもね、こう皆さんすごくイシス、イシスって言ってたんでね、うん、えっと、そこからだんだん興味持ち始めたのが本音かもわかりませんけど、うん、そんなにイシスすごいんだとかと思ったら、やっぱりそういう、 あの、なんか、マグダラのマリアにしろセブ、聖母あの、西部マリアに繋がっていくような、一本の、そういう流れがあるってことがだんだん分かってきて、へえ、と思って、なんか、とても、今、今、興味があるから、また行ってみたいんですけどね、出身で。ねえ<ー>、はい。で神殿って、こう、フィラエ島って言って、はい、ん真ん中の中州にポンとあるじゃないですか。はい。でもう、本当に最古の時からは、場所が移転されたらしいんですけれども。はい,は,いはい、はい、はい。 あの、やっぱり、ナイル川の、こう、始まりと言われるあたり、はい。え、上流の方にあって、イシス神殿の女神の、こう、その、まあ、聖地があるっていうこと、はい、あの、その当時と変わらない意味を持っているらしくってですね。へ<ー>あの神殿、もっと、もちろんもっと上流っていうか、源流になるところ、はい だけれども、イシス女神の神殿を通ることで、うん、ナイル川の水が聖なる水になるというか。おー、すごい。そうなんですよ。へえ。ー。この位置にイシス女神の,あの神殿があるのは重要だと。うんうん、なるほどね。で教えていただきました。へぇー。わかりました。まあ、えー、ハトホルトイシスという話に あの、今回、ちょっと女神、話してあったんですけど。またね、ぜひ、あの、本当にこの、えー、エジプトでね、まあ、あの、コロナの時期になった時に、まあ、奇跡的なタイミングで、えー、エジプトから帰還した、えー、泉さんではあるんですけど、エジプトのパワーをですね、さらに充電して、また新しい、はい、新,新,新たな展開をね、見せていただければなと思います。ありがとうございます。はい、小嬢さん、どうも、ありがとうございます。はい。 ありがとうございました。お忙しいところ。ありがとうございました。楽しかったです。